こんばんは、竹下敦です。8月9日は、長崎の原爆記念日であります。広島ばかりがね、クローズアップされることが多いんですが、長崎にも原爆を落とされました。長崎というね、町はとても坂が多くて、どれぐらいに被害があったのか正直不勉強でわからないんですが、広島はね、平地盆地っていうのかなだったんで、まあ、一つのその実験としてどれだけ、核爆弾がね広がるかっていうことを、試したんだと思います。そして長崎はねとても急な勾配が多い、町ですので、そこに原子力爆弾を落とすことでね、どういった山に対しての、放射能をね反射しての輻射、それがどういうふうに影響を与えるのかを実験したかったんだと思います。どちらのパイロットもね、苦しかったと思います。同じ人間ですから、そこにね、生きている人間に、爆弾を落としてねたくさんの命を奪うっていうのはね、広島の、原爆をね投下したパイロットのインタビューを以前見たんですが、全く後悔していないと、自分たちはね立派な仕事をやり遂げたんだって、そういうふうにおっしゃってました。でもね内心は違うと思います。そう思わないとやってられないんでしょうね。だって自分だったらとてもじゃないけど耐えられないですよ。だからね自分で自分は正しかったんだ、自分は正しかったんだって思ってないととてもじゃないけど正気じゃいられないですよ。その時はね多分半分半ば気が狂ってたでしょ。失礼な言い方ですけど、でもねある程度のお年を召していろんな本当にねその戦争は正しかったのかとかいろいろ考えた時にね、自分のやったことたくさんの人をね命を落としたってことを自分で正当化しないと、そして家族もね多分責められたでしょう。それを全部一心にね自分の責任として背負うには自分がね自分は正しくなかったんだ、ごめんなさい自分は悪くなかったんだってそう言わないと家族も報われないし、そしてねアメリカの国民も内心は日本に対してひどいことをしてしまったって思っているでしょう。でもね日本はとても寛大な国です。それでもまだアメリカの音楽を聴いてね、アメリカの作った僕も履いてますけどね、リーバースを履いて、そんな不思議な国です。明日はね8月9日、ちょっと皆さんね月曜日なんで忙しいかもしれないですけど、ちょっとお時間を作ってぜひね、長崎のことを、思い出してください。そして機会があったらねぜひ長崎に行ってみてください。とても、素晴らしい街だと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。竹下敦でした。